カーボンブラックの外観カーボンブラックは工業的に品質制御して製造される直径3から500ナノメートル程度の炭素の微粒子。科学的には単体の炭素として扱われるが表面には様々な官能元が残存した複雑な素性を持ち、いわゆる無定型炭素と呼ばれるものに含まれる。化学業界ではカークロの俗称も使用される。一般的には 石炭管流で複製されるクレオソート油、石油生成等で複製される重質方向属油など、油やガスを不完全燃焼させてエルカ、アセチレンなどといった炭化水素を熱分解して製造する。不完全燃焼で生じる炭素の微粒子として、抗議の用語であるススは一般に工業的に品質制御して製造されていない複製物を指して呼ぶが、 伝統的な製法で作られる炭の材料のススは、品質制御して作られており、カーボンブラックの一種と考えられる。粒子系、ストラクチャー、表面製状を様々に変えることにより、特性が大きく変わり、これらは製造法によりある程度コントロールできる。黒たびや塗料との親和性を変えたり、導電性を持たせたることも可能である。黒色顔料を指すごとしてのカーボンブラックは、 普通冒頭で定義した炭素の微粒子を指す。講義には炭素からなる黒色顔料の総称である。粒子表面の感能元を制御することによりゴムと馴染みが良い性質を持たせやすい。このためゴム製品に補強材として添加される用途が使用量の九十パーセントを超えている。カーボンブラックを補強材として含む製品としては車のタイヤがよく知られておりカーボンブラック需要の 約70%を占める。それ以外にも黒い色を利用して黒色顔料としても使われカラー用カーボンと総称される。顔料としてのカーボンブラックの CI ネームはピグメントブラック7で塗料、印刷ンキ用の着色顔料として使用される。他にも電子、電気材料に導電性を持たせたり紫外線を吸収させるような機能性を持たせる用途がある。 一般には黒色粉末であるが工業用にはプラスチックやゴムと予備混合したマスターバッチや水などにコロイドとして分散させた液状品も販売されている。粉末品は袋に入れるほかタンクローリーで輸送される例がある。具体的な用途は後半にわたり下記のようなものが代表例である。炭素微粒子は製造法により特徴が大きく変わるため、 製造法の名でしばしば分類される。主な製造法を挙げる。粒子の硬さによってハードカーボンとソフトカーボンに分けられる。主な品種に価値がある。2006年より中国が生産量、生産能力ともに世界一となっている。主要国の生産量と生産能力は過評の通り。 2012年の日本国内生産量は637,687トン。出荷量は631,812トン。2013年の日本国内生産量は608,887トン。出荷量は616,477トンであった。減産は国内需要の停滞と需要の約21%を占めるようになった。 輸入品の影響による。中国その他、カーボンブラックは純粋な炭素分子ではなく、表面には様々な官能元が残存しており、これが発言性を持つ可能性がある。国際眼研究機関はグループ2バイトに分類している。ありがとうございます。